はい、こんにちは。本日ご紹介するのはこちらです。ターゲットより発売されてますマヨ G4、 森田真由子選手モデル、マヨンヌモデルですね、のジェネレーション4が発売されたのでご紹介したいと思います。2022年7月9日発売。第4世代を迎えた森田真由子選手モデルマヨ、バレル最大径を前作より太い 7.3 ミリに設定した今作は、さらに握りやすくコントロールの効くアウトラインに、もはやシリーズのアイコンとなっているグリップエリアのシャークカットは健在。個性を演出するデコラティブなデザインはさらに進化し、洗練されたルックスを放ちます。精悍なブラックフェイスとの組み合わせで、使う人を選ばないオールラウンダーなバレルに仕上がりました。オリジナルの8フライトと専用シャフトを同梱。購入特典として森田真由子選手のブロマイドと特製ポーカーチップを同梱。スペック、タングステン 90%、 単体重量 18g、 全長 4.1mm、 全長 41mm、 最大径 7.3mm、 2BA。前作が 7.1mm、 今作が 7.3mm、 若干ね太くなったことによって握りやすさとコントロール性能が良くなったっていう歌い文句なんですけど、マヨシリーズ、うちの店ではマヨシリーズが一番売れてます。やっぱ一番人気です。今回 もうマヨンヌファンにはたまらないセットになっております。至れり尽くせり。これで、ね、お値段 12,800 円。もうターゲットさん最近8フライトとこういうコインつけてくるの好きですね。まあ飾っとくにはすごい、何これみたいな、かっこいいってなるコインです。前回のよりちょっとちっちゃい感じはするけど、前回のファムコさんモデルでもコインをついてきてたんですけど、それよりもちっちゃい。ポーカーチップ、これでこうピッ。今はポーカーとダーツ両方頑張ってるマヨンヌ選手の新しいモデルが出たと。でね、ちょっと太くなったくらいでそんな変わんないんですよ、正直言うと。正直言うとそんなに変わりません。なので前作使ってた人はそのまんま移行できる。このね、もうガリッ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 と、もうどこ持ってもいいっていうシャークカット、このシャークカットが全てです。このダーツのガリンと引っ掛けて投げる、そんなダーツです。シャークカットのバレルは消耗が結構ね早かったりするんで、カットに頼って投げたい人がやっぱこういうシャークカットを使うと思うんで、こうかかりが悪くなってくると、あ、滑るみたいな感覚になっちゃって、新しいのに切り替える、新しいのに切り替える、この切り替えるスパンが早いと思うんで、1年ぶりぐらいに多分出たと思うんですけど、そんなに形状が変わってないっていうのがありがたいと思います。なんだあんまり変わってないのかみたいな感じになるかもしれないですけど、逆に変わってない方が助かるんですよ。週1回2回投げる人でも半年ぐらいで交換したりとか、ちょうどね3セット目買おうかなとか、2セット目買おうかな、あ、新しいの出た、あ、形状変わんないんじゃん、じゃあいいね、で新しいの使えるんで、すごくいいと思いますよ。持った感が多分ね変わんないと思います、前のシリーズ使ってた人も。ちょっと太いっつっても 0.2 ミリなんで多分分かんないと思いますし、重さも一緒ですし長さも一緒ですし、だから全然マヨ G2 使ってた人が G3 使って G4 使って G2 から G4 でも2,3,4 って移行しても全然違和感なく投げれると思います。まあカウントアップやって感想述べたいと思います。
対マヨ G4、 森田真由子選手モデルジェネレーション4カウントアップ投げてみました。まあカウントアップね、やってる姿を見てもらえば分かるんですけど、結構雑に投げてるんです。雑に投げて もう全部トン、オールトン、一発撮りです。まあハット出なかったね、ハット出なかったんですけど、なんかね、もう一投投げた時点で、あ、これね、これやれば飛んでいくねみたいな、若干ねちょっと雑すぎて多分ハット出なかったのかなって感じですけど、全部と簡単です。このダーツは、はい、シャークカット、ゴリゴリシャークカットが好きな人はこれ使ってみたらすごくいいと思う。あとカットに頼って投げたい人、もう指に引っかかってそのまま押し込むみたいな、同じ動きしやすいしね、指にずっとくっついてるっていうか、ずっと指にいる、乗っかってってくれる感じするんで、ほんとねこれ入門、ほんと入門、一番最初に買うダーツでも全然いいと思うし、上級者、それこそね、ほんとレーティング SA 行ってる人でも、どんな人がね投げても投げやすいって言いますよ。これはまあね、短いとか細いとか太いとか、そういうのはね、まあその人その人によって違うかもしれないですけど、なぜ雑に投げれるかっていうと、グリップゾーンが広くてシャークカットが5割ぐらい、バレル全体の半分ぐらいがもうシャークカットになってるんで、どこに手当たっても多少後ろ持っても前持っても同じく引っかかってくれるんですよ。親指に同じく引っかかってくれて同じ出力できる感じ、これ滑るダーツっていうか、抜くダーツ、抜く感じのダーツとかだったら多分持つ位置変わると抜く距離が変わっちゃうんで、強く押しちゃったり押すのが弱かったり、押す時間が長かったり押す時間が短かったりとかって、押すってこう、ここね、このリリースね、だけどほんと同じことが簡単に容易にできます。このダーツはグリップゾーンが長いのと、このゴツゴツっとしたシャークカットのおかげで同じことが、勝手にダーツが同じことをやってくれます。前にも話したけど、指の圧とかなんとかが苦手、コントロールが苦手、指のねコントロールが苦手だっていう私でも、雑に投げてもオールトーンがサクッと出るぐらい、もっともっと真剣に投げるとオールハットが出るんじゃない、このバレル、どうですか。はい、今回ご紹介しましたターゲットより発売されてます森田真由子選手モデルジェネレーション4マヨ G4、 ご紹介しておしました。ザザザーっとしておしましたけど、前作とそんなに変わんないんで、前作使ってる人は、もしくはその前々作使ってる人はそのまま移行できます。初めて使う人はカウントアップ見てもらえれば、簡単なダーツです。あとはね、この特典がすごくマヨンヌファンにはたまらない特典になってますので、マヨンヌファンの人は1セットと言わず2セット3セット限定モデルも出てますので、そちらもお買い求めください。はい、今回は簡単にちょっと紹介しましたけど、とてもいいダーツです、投げやすいです。それではご視聴ありがとうございましたなんですけど、チャンネル登録者数が2000人突破するとプレゼント企画をやりたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。おすすめ動画はこちらになってます。見てね。